ジョンソン・エンド・ジョンソンは、新型コロナワクチンの日本国内での製造販売について承認申請しました。日本人250人の知験で安全性などを確認した上で、海外のおよそ4万4千人の知験データと合わせて提出したということです。ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンは1回の接種で済み、通常の冷蔵庫で保管できるため、遠隔地などにも届けやすいとされています。承認されれば、 来年初めにも供給できる見通しだということです。